皆さんこんにちは。今回はですね、ノルウェーで役に立つアプリ、これをね紹介したいと思います。長年 Android ユーザー、日本人移住者の私タカと、 iPhone ユーザー、 iPhone ユーザーやね、サラです。オスロ出身のサラでちょっとね紹介していきたいと思います。はい、まず一つ目、 Vips。 Vips は使うね、よく。うん、よく使うね。うん、これは電話番号が分かると、その電話番号の持ち主の口座にお金を入れることができる。つまりお金のやり取りをするためによく使うアプリなんですね。まあその人がそのアプリも持ってる限り、うん、つながってる限り、そうそうそう、基本的にほとんどの人が使ってて、この前例えばマッサージ行ったけど、その時の支払いも Vips やったりして、うん、正式にこうサービスを運営しているところでも Vips で支払いを受け付けてたり、こっちも Vips でお支払いしなきゃいけないっていう場面が結構あるので、うん、これは結構持っとくと役立つ場面が多いかなと思います。2つ目、 Finn.no。 Finn.no はある意味メルカリのような感じで、まあ中古のものが何でもこう見つけられたり、まああとは仕事とか物件とかも含めて何かを見つける、フィンネって言うんですけど、見つけること、何かを見つけるためにこう使うアプリですね。うん、うん、使ってる人多いね。便利やね。そう、うん、結構使う。私たちも使ったことあるしね。うん、よく使うね。いらなくなったものをこう出したりとかするのもにも使えるし、うん、うん、あの猫も、か今飼ってる猫もフィンドテノで見つけた。そうね、猫めっちゃ出てきます迷うとも多すぎて、うん、まあでもそれぐらいノルウェー中でいろんな人が使ってるアプリ、うん、もう一つはフィンドテノのように物のやり取りをする、でもファッションに特化したもの、これがタイスをよく使いますね、うん、本当になんて服とかカバンとかかな、ファッション、うん、ファッション関係のものの中古品のやり取り。猫はいない。猫はいない。猫の柄のやつとか出てくるかなもう一つはヒグロっていうアプリ、これは物を借りたり貸したりするためのアプリですね。まあ、さっきのフィンドテノとかタイスとかは基本的に買うのが中心、買ったり売ったり、うん、ヒグロは借りる、貸す時によく使います。もう一つはカレンシーっていうやつで、これはでも個人的に通貨換算にただ使ってるだけで、通貨換算のアプリなら何でもいいと思います。やっぱり日本円、ノルウェークローネとか、まあユーロとかのこう通貨換算がこうパッとできると、まあ、楽ですね、うん、結構買い物とかで私たちよくドイツのアマゾンとかよく使ったりするんですけど、その時結構ユーロの決算とかになるんで、その時にこうノルウェークローネならいくらになるかなとかこうね、さっとチェックする時に便利ですね、うん、はい。もう一つエスプレッソハウス、これはエスプレッソハウスっていう北欧のコーヒーチェーンがあって、まあ、そこは結構アプリを積極的に使ってて、買い物するときにクーポンをもらえたりとか、うん、まあ、スタンプを集めることができたりとか、うんうん、コーヒーが好きな人には便利かな、うんうん、その日本ほどあんまりポイントしてないんやけど、ノルウェーのこう消費社会、まあその中でもこうポイントとかクーポンが使える系で言うと、まあ、エスプレッソハウス思いつくかなと、うん、お次もお得系で言うと Too Good To Go。 Too Good To Go はまあタイムセールですね。要するに賞味期限が切れそうなもの、切れてるかもしれんけど実質でも、まあ、捨てるにはもったいないっていうものをこう地図上でここの店は今こんだけ余っててみたいなのが見れる。でそこにこう予約したら、うん、割安でいろんなものが買える。そう、閉店の1時間前とかから、うん、取りに行くみたいな。そうね、パンとかサンドイッチとか、うん、よくあるんだけど、まあ、それはもういつ何がどれだけもらえるかっていうのは本当にその時次第、うんうん、だけどまあ本当に運がいいと、もう2日3日それだけでいけるぐらいのやつがこうすごい安い値段で手に入る、お得なアプリですね。はい、もう一つ Please Guide。
これもお得情報をすぐにチェックできるアプリで、その日ノルウェーでこうセールになってるものを一覧でチェックできるんですね。うん。で、まあどこの店で、どの、今何がどの値段になってて、で、何割引でとか何クロネ安くなっててとか、で、そのアイテムは普段どれぐらいの値段だったかっていう、こう履歴が見れたりとかします。値段のアップダウン。うん。見れる。見れるね。だから今が本当に安いかとかもチェックできると。もう一つ、コープメレントア。ノルウェーは基本的にスーパーをすごくよく使うことになると思うんですけど、スーパーマーケットのブランドでノルウェーでシェアが一番多いのはレマ抽選で、その次キウイ、その次はエクストラになるんですけど、この1位のレマ抽選で使えるアプリがアーっていうやつで、これを使うと、まあ以前買ったものに対するクーポンがもらえたりとか、コープメンレンも一緒で、コープメンレンはコープエクストラで、使えるんですけど、まあ他のコープの系列。コープの場合は、エクストラとかオプスとかコープリックスとか、いろんなもう、チェーンブランドがこう傘下になってて、そこで、全部で使えるアプリなんですけど、まあそこでもこう頻繁に買うものがディスカウントされたりとか、まあお得情報、今週はこれが安くなってるとかっていうのを、この情報をゲットできるようなアプリです。うん。便利。うん。クーポン。例えばトイレットペーパーとか。そう、よく買うもののクーポンが入る。うんうんうん、そうそうそう。何クローネ割引とか。結局だから繰り返して自分たちが買うようなものに対して割引が来るから、うんうん、で近くに私たちの場合はエクストラがあるので、もちろんとてもお世話になってますね、うん、エクストラしかないという私たちの場合は、うん、エクストラのおかげで生きていはい、次は Google マップス、まあ最初から入ってるというケースも多いと思うけど、何が言いたいかというと、ノルウェーのこのなんか店とか場所の評価っていうのは結構 Google マップス一本に集中してるかなと。日本よりはね、なんか日本ってなんかもうちょっとこう顧客の口コミとかがいろんなサイトに分散してるかもしれないけど、ノルウェーのは結構 Google マップス一本で、うん。うん。言われてみたらそうね。あんまりなんか食べログとか みたいなアプリとかはあんまノルウェーないか。うん、まあ、Yelp もあるけど、まあ、基本的に Google マップス一本になるかな。なんかもうそこでね、道順とかも調べれるし。うん。こっちでよく使われてる電気スクーターでの、この移動時間とかも出るし。うん。まあ、使用してる人はかなり多いんじゃないかなと思います。うん、はい。移動系で次も、ルーテビレット。これは交通のアプリで、オスロで基本的に使う。例えば1時間券とか、1週間券とか、まあ、月1ヶ月券とか定期で買うこともできるんですけど、もう1個買っちゃえば、電車、バス、路面電車、あるいは船とかもね、乗れます。で、このノルウェーの場合は結構地方ごとで、使うアプリが変わったりするので、まあ、その地方で使われているアプリを探しに行くっていうのが基本的には重要になってきますね、うん、でもオスロだったら本当にルーテルビレッツで、うん、だけで大丈夫大丈夫、うん、とバスとかトラムでチケット買えないからアプリ本当に持ってた方がいい、うん、そうね、旅行でもし来られる方とか事前にこうアプリで買っちゃった方が無難ですね。で、基本的にもう乗って降りるだけなんですよ。たまにこうチケット買ってるかっていうチェックがこう抜き打ちで入るんやけど、うん、まあ本当に数ヶ月に1回ぐらいかな、体感的には。なんか時期による気がする。ああ、そうかもね、うん、時々めっちゃ来る時ね、めっちゃ来る時もある、うん、あるし全然来ない時もある、うん、そう。まあでも買っといた方が無難。罰金なんでね、もしその抜き打ちチェックで、その場で罰金される、うん、基本的にそのルーテルビレットとかそのアプリを見せるんですよ、そのコントロールの人たちに、ね、買いましたっていうの、うん、それで OK なんですけど、うん、まあっていうのもあって、持っとくといいかなと。でもう一つ、長距離移動、電車ね、電車でこう別の街とかを行き来したりするときはフィーっていう、これは電車のアプリになります。バスも
飛ぶ、うん、V のバスマンね、うん、長距離バスで、うん、そう、そのオスロからクリスティアンさんに行くとか、うん、うん、そうね、その時も V になりますね、うん、はい、でもう一つはシティバイク、これはオスロの、あの自転車のシェアリングのアプリで、あのそのサービスを運営している町ごとで多分アプリが多分というかあって、うん、オスロの場合はオスロのシティバイクっていうアプリですね、うん、結構割安で、あのいろんなところにオスロならねステーションがあって、移動は、まあ、雪のない間はですけど、うんうん、楽になるかなと、小回りが効いていいかなと思います。はい、もう一つは、ビールコレクティーヴ、これは車のシェアリングのサービス、オスロを中心とした、うん、そういうのを、まあ、使う人は便利ですと。であとはそのボルトとか、あの TL とかライムとかボイとか、これは電気スクーター、うん、あのキックボードね、電気キックボードのシェアリングのサービスで、アプリでその場所とか確認したりとか、うん、最近爆発的に人気がある。もう一つは Uber、うん、Uber はね、あの、まあ、知ってる人も多いかなと思うんですけど、あのライドシェアでね、うん、のサービスで、ノルウェーでも運営しているので、あの、まあ、ちょっと車じゃないと行きづらいとことか Uber 使って移動したりとか、あの会社の、まあ、仕事の関係で移動しなきゃいけなくて Uber 使って後で生産するとかもあるので、うん、Uber は手段の一つとして全然あります。次はあの NR コーテーベ、これはノルウェーの公共放送なんですけど、ノルウェーに住んでたら誰でも見れます。あの本当にノルウェーの番組、映画、ドラマだけじゃなくて、まあ、イギリスとかアメリカとか時々日本とかもあるけどね、うんうん、もう外国の映画作品とかドラマ作品とかあったりして、ノルウェー語の勉強にもいいと思います、うん、そう、ノルウェーにいる限りは全部無料で見れる、うん、ちょっとね数年前スカムっていうドラマが国際的にノルウェー初のドラマなんですけど流行って、自分もそれを見て、でなるこうテーブルで、そのなんか10代の若者の言葉とかをすごい、うん、あの聞くことができて勉強になりました、ね、もう30代なんで、うんうん、んなのは日常的には接することはないので、いや私も知らない言葉多いね、はい、はい、次フンデレオッティドットエノ、これは電話帳のサービス でノルウェーはすごい電話をよく使うんですよ、さっきの VIPS もそうなんですけど、で時々でもやっぱり知らない人から電話がかかってくる時とか、まあ、テレフォンセールとかもよくあるんですね、うん、でその時に、まあ、誰から電話かかってきたかっていうのをこう自動で出してくれるやつで、あのまあその例えばセールスの可能性が高いかとか、うん、そういうのをこう自動で判断してくれるやつです、うんうん、はい、もう一つカッターズ、これは美容室のチェーンカッターズっていうのがあるんですけど、まあ早い安いっていうような、まあ、コンセプトでやってるやつで、それのアプリ、うん、予約したりとか、うん、あのまあもうすぐ切ってもらえそうな時に通知が来たりとか、次ですよとかね、うん、そう、うん、あの順番見れる、うん、順番見れる、今自分がどこにいるかとか、その列の中で、まあオスロなら日本人の美容師をフリーでねやってはる人もいるので、あのまあその人に頼んできる人も在住者の中には多いですけど、うん、まあ手っ取り早く済ませたいとかっていう時は買ったんですよ、結構アクセスはいいかなとは思いますね、うん、結構まあオスロとかオスロ の近くは結構どこにもある、うんうん、増えたねこの数年でね、うん、そんなに長くやってるサービスではないんですけど、うん、この数年でだいぶ成長した印象です、場所増えました。次はヘルセノルゲ、ヘルセノルゲは自分の健康情報とかがこう一箇所に集められるようなアプリで、まあ、コロナパスにもなりますこれは、うんうん、自分がいつなんかどういうワクチンを受けたとか、あのコロナテストやったとか、うん、まあ、ノルウェーでやったノルウェーでやった場合はね、場合、うんうんうん、で GP なんていうの、そのファーストレイヤーの、ホームドクターっていうのかな、うんうん、もなんかここに入ってる、うんうん、予約、予約もできる、うん、使ったことある、ある、私は使ったことないんです、うん、ですよね、あ
多分健康。多分、うん、いや健康だと思うけど。ノルウェーって健康診断やらないんですよ。日本やとね、あのサラリーマンは毎年基本的にやんねんけど、うん、特に自分から行動を起こさない限り、うん、20代30代をここで過ごしたけど、あんまりっていうかゼロです。チェック、うん、健康チェックゼロです。いや、ノルウェーだと個人責任になる、うんうん、あんまりなんか会社がやらせるとか あんま聞いたことない。はい、次はオーロラ。まさにその名の通りオーロラの予報を見るアプリで、オーロラの予報アプリっていくつかあるので、ただこれは個人的に使ってるだけで何でもいいとは思うんですけど、オーロラを実際に使って自分は人生で初めてオーロラを見たし、アイスランドだったけどね、アイスランドにいた時にアプリを見ると自分のいたところにこうオーロラがこう強く出るっていう予想があったから、よし外に出ようって出てちゃんと見れたし、肉眼でも見れた回もあったので、3回ぐらいかな人生でオーロラ見たけど、人生に絶対一度は見てほしいっていう強い思いも込めてね、本当に美しいので、うん、私は見たことないちゃんとしたやつ、うん、オスロでもたまに弱いやつが出てるらしいけど、うん、肉眼で見てもそんな感動しないと思う、うんうん、なんか灰色みたいなやつでね、そう、うん、微妙なやつ、ちゃんと肉眼で緑色とかになるやつは本当に強いやつで、本当それはむちゃくちゃ感動するんで、見たらぜひ北欧にお越しの際は狙ってみてください、うん、はい。次はサッツ。これはジムのチェーンなんですけど、これジムのアプリで、まあ、ジムちょうど今例えばコロナ対策で予約必須になってるんですね。それはもう全部アプリでやったりとか、まあね、ホームページでやったりとかするんですけど、まあ、アプリでやったら手っ取り早いし、そもそもジムに入るためにアプリのスキャンが必要だったりするので、これは何か自分が行ってるジムがアプリを結構運用するとこだったら、それをそこのアプリを入れておいた方が便利だと思います。最後は Kindle。 うん、これね、やっぱり日本語の本がね買えるっていうのは結構大きくて、ほぼほぼ自分も毎日使って毎日本を読んでお世話になってるので、これあげたくて、日本語の本のやり取りっていうのは結構個人レベルでは盛んかなとは思うし、その例えばネオ東京とかでも日本語の本とかね扱ったりとか、うん、でも少ない、うん、なんか中古やしね、中古だし、うん、そうなんか新しいものとかそこまで入ってない、うんうんうん、なのでほぼほぼこういう電子書籍サービスにお世話に実なんのかなと思うんで、うんうん、Kindle を上げさせていただきました。で、今まで上げたやつの中でもしいやいやこれもいいよおすすめだよっていうようなもの、本当に他の在住者の方もしこれをご覧になってたら教えてください、うん、で、まあくまで今上げたものは2021年12月現在のあれ私たちの所感です。なので全然これが絶対だっていうわけではないので、いろんなアプリを試した上でお気に入りのものを入れるといいんじゃないかなと、うん、はい、思います。いいと思います。はい、そんなところですかね。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。